工具を。ちくしょう。ちくしょう。あっただ。消える。俺の大事なもんは。あんなお兄ちゃん、初めて見た。体なら平気だよ。もうすぐ退院許可が出るから。無理か。ワームも、やってくれた？やったけど。エリカの退院許可を出すためにね、その検査結果の改ざんを。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられると思う？どっちにしろ、岸辺がお兄ちゃんを切った時点で、私の治療だっていつまで続くかわからなくなったもん。だったらここにいたって無駄だよ。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の仇を取る。手伝って。まさかそれって、うん、岸辺理恵を叩き潰すよ。エデンの様子はどう？ワーム、復旧してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、一度緊急メンテナンスが入ったみたいだね。今もバックグラウンドで調整が続いてるよ。千歳のマルウェアのおかげですぐ情報収集できたの。復旧作業に追われている今なら、アバロンサーバーのセキュリティも甘くなっているかも。すぐに侵入しよう。侵入してどうするって、決まってるでしょ。岸辺を警察に突き出す決定的な証拠を手に入れる。電脳犯罪捜査課サーバーでお兄ちゃんが消したデータ、神城の不正なやり取りの証拠をね。でもそれってリュウジが消しちゃったんじゃ。岸辺みたいな出会いは、人を脅せるデータを絶対に手放すはずがない。きっとどこかにコピーを取って隠し持っているはずだよ。神城のメインサーバー、アバロンサーバーの奥には CEO だけが入れる最高機密エリアがあるらしいの。通称秘密の部屋。そこになら、きっとある。仮に、目的のデータがなくても、そこのデータを洗いざらいネットにぶちまけてやれば、岸辺を追い落とすことはできる。岸辺の悪事が、一つだけとは思えないもん。自分の悪事が、自分の首を絞めることになるってわけ。こんなに怒ってるエリカ、初めて見たよ。そうかもね。こんなに怒ったの、きっと初めて。私、変かな？あんまりふざけてると、まためめたんだよ。冗談。頼りにしていいんだよね。エリカ、もちろん私もお手伝いするからね。あんたは
私のデジモンなんだから当然でしょ。私は感謝されないの？さあ、記憶をたぐってみれば。通信制限に足止めされている余裕がない。今度は私も一緒に行くよ。以前君が仕掛けたマルウェアがバックドアになる。ここから侵入して。キシベリエ、今までやってきたことをつけば払ってもらう。落とし前をつけるってやつだね、エリカ。そういうこと。準備はいい？ハック開始だよ。私たちにとっては2回目の侵入だね。ワームも岸辺の執務室に行って PC 端末からパスコードを盗んできて。秘密の部屋に入るにはパスコードが必要なの。コードは毎日変わるから直接行って端末をハックするしかない。やれるよね、ワームも。任せて。あの子、記憶を共有化してからちょっとは頼もしくなってきたかもね。さえ、こんなところにトラップが。こっちからはセキュリティデジモンが。まあ、何事もそう簡単には変わらないよね。ここが秘密の部屋の入り口だね。ワームもパスコードが手に入った。バッチリ。なんでそんなに疲れてるの？聞きたい？私がどれだけのトラップや強固なセキュリティを突破してパスコードを手に入れたか。どうでもいい。どうせ全部転んだりドジして起動させたんでしょ。早くパスコードちょうだい。ひどい。まあほとんどその通りだけど。はい、送ったよ。はあ？言った？それが秘密の部屋へのパスコードだよ。こんなのが？うん。何か変？リエちゃん、メガミッテル。リエちゃん、メガミッテルだよ。キシベリエに対する憎悪が強くなった気がする。他の日のパスコードを知りたい？ちなみに昨日のパスコードは？そんなのいいから早く戻ってきて。先に入ってるからね。なんでがっかりしてるの？どうでもいいでしょう。何がリエちゃん？絶対に社会的に抹殺してやるんだから。開けるよ。ここからが本番。気を引き締めて。何この部屋、見てるだけで頭が痛くなりそう。君は好きなの？こういうの。私は無理。キシベリエとは徹底的に趣味が合わないみたい。
君とは趣味が合うみたいだね。お待たせ。おかえり。それじゃあ2人で例のデータを探して、私はこの部屋全体を調べてみるから。真面目にやってるの？そう、その割にはいつまでもそんなものを握りしめてるみたいだけど。エリカの軽蔑の感情データが限界値を超えてるよ。早くしまった方がいいよ。ちょっと待って、棚の中にファイルが隠されてる。下着のオブジェクトデータにうまく紛れ込ませてるけど、これだ。電脳犯罪捜査課関連のデータ。やったね、お手柄だよ君。ただスケベだっただけでしょ。まったくもう。あらあら、誰かと思えば意外な人と意外なところ会うものね。岸辺リエ、しかもそこ私の下着ダンスじゃない。やだ、ひょっとして勝負下着に見られちゃった。リエ、恥ずかしい。言って、ラムをやることは分かってるよね。うん、気をつけてね、2人とも。三島エリカちゃんよね。お兄さん元気？なんちゃって。許さない、あんたがお兄ちゃんを千歳を。千歳？ひょっとしてお腹の中で巻き添え食っちゃったのかしら。独裁はね。じゃあその敵討ちに来たの？あなたにそんなことをする権利があるのかしら。お兄さんを苦しめたその原因であるあの子に。俺を言うべきよね。あなたの存在があったおかげで、リュウジキュンは面白いくらい素直に私の言うことを聞いてくれたんだもの。かつては正義のハッカーと謳われた重度のナンバー2が、誇りをねじ曲げて汚い仕事をこなす様。ほんと見ていて楽しかったわ。あんたの言う通り、お兄ちゃんがああなったのは全部私のせい。私が許せない。でもあんたのことはもっと許せないの。あらあら、何をするつもりかしら。そういえば小さいのがコソコソとしていたわね。ひょっとしてここから何かを持ち出そうとしてるとか。そんなことさせると思っているのかしら。あら、あなたのリュウジキュンのお腹。ほう、さしずめエリカちゃんのなんかってところかしら。それなら
私もこっちの姿でお相手しようかしら。この姿になるのは久しぶりだ。人間がデジモンに？どういうこと？びっくりした？これが私のもう一つの姿よ。でもね、人間でこのことを知っている人はまだ誰もいないの。つまりそれがどういうこと、わかるかしら？生きて返す気はないってことでしょ。お兄ちゃんと一緒で頭がいいのね。残念ね。おとなしくしていれば病院のベッドの上で緩やかに死ぬかもね。エリカちゃん、そしてそのナイト、あなたたちに激烈な死をくれるぞ。輝きしバラの名を言った騎士たちの王、このロードナイトモンが、その顔を恐怖の色に染めてやる。受けてみろ。
人間にしてはなかなかやるじゃない。これは警察が神城の摘発に向かっているだと。まさか。ああ、気づかれちゃった。私のデジモンがあんたの大事なデータをとある刑事まで届けてくれたの。こんなことしていていいの？あなたの体危ないんじゃない？こんな短時間で警察を動かしたと。こう娘、小賢しい真似を。計画のためにも今邪魔をされるわけにはいかない。逃がさない。ほうけてる場合じゃないよ。あらかじめ又吉さんに連絡しておいたの。私が証拠を手に入れたらすぐに岸辺を追い詰めてもらえるように。新都庁に行こう。岸辺理恵の体はそこにあるはず。又吉さん。おう、エリカちゃんか。君のおかげで岸辺の検挙に踏み切れたぜ。ありがとな。岸辺は？それがやっこさん任意同行を拒んで逃げ回ってやがる。中にはいるらしいんだが、これだけ広くちゃな。建物の周りを固めてこれから中を捜索するところだ。協力させて。おい、何をするつもりだ。岸辺の位置を確定する。岸辺理恵は普通じゃなかった。あの女がいるところにはきっとデジタルウェーブ地の異常が出るはず。見つけた。うん、それでどこにいるんだ。教えてもいいけど、私たちもついていっていい？いや、それは岸辺に落とし前をつけなきゃいけないの。お願い。エリカちゃんにはかなわねえな。岸辺、観念しろ。もうどこにも逃げ場はないぞ。予想以上にお早いお出ましね、又吉刑事。エリカちゃん、あなたの仕業かしら。本当に厄介な子ね。あらあら、こっちではずいぶん辛そうね。ひょっとして治療を受けていないのかしら。ああ、それはそうよね。お兄さんをもてあそんだ私に借りなんて作りたくないわよね。でもそんな調子であなたいつまで持つのかしら。あなたに施していた治療、あれは医療行為じゃないのよ。うちの主任研究員が書き上げた論文をもとにした未知の実験。
言ってしまえば人体実験だもの。私の特別認可で特例中の特例として施していたプロジェクト、それがあなたの治療。エデン内に高度なセキュリティを張り巡らせたサーバーを設立し、精神データをリアルタイムで共有管理するシステム。そこでデータ容量を管理することで、あなたはかろうじて脳にかかる負荷を抑えている。他の企業や病院では決して真似できない治療なの。それでも私を倒す、エリカちゃん。あなた何者なの？人間じゃないんでしょ？ある意味あなたと同じものよ。肉の体を持ち、記憶の大部分をデジタルに依存した歪な存在であるあなたとね。実は前々から気持ち悪いと思ってたのよね、あなた。人のくせに意識のほとんどがデータ化してるなんて、考えれば考えるほどおぞましいわ。私を追い詰めたつもりでしょ。残念ね、あなたなんて怖くないの。空っぽで重くて痛みに支配された肉の体を引きずっているあなたなんかね。なら教えてあげる。これが現実の痛みだよ。重いでしょ。エデンの技術とは出力も反応速度も違う。人間の体だってこうやってシグナルを飛ばしてる。作り物の電気信号より何倍も重いの。現実の痛みをバカにしないで。そうね、教えてくれてありがとう。勉強になったからお返しよ。またよし刑事、止めなくていいんですか？こんな争いに男が口を出すなんざ野暮ってもんだ。別におっかねえなとか思ってるわけじゃないぜ。なあ坊主。もうおしまい。案外根性ないのね。バカバカしい。まったく付き合っていられないな。これだから人間は醜悪だ。まあいい、もうすぐこんな体とはおさらばだ。何をするつもり？待て、早まるんじゃねえ。ごめんなさいね、警察の皆さん。私の目的のためにはこんなところで邪魔をされるわけにはいかないの。この辺りで岸辺理恵は退場させていただくわ。ねえエリカちゃん、最後に一つ
聞かせてちょうだい。あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？デジタル？それとも、もうどこにもいないのかしら？現実とデジタルの狭間で不確かな自分自身に怯え続けるがいいわ。その境界線が崩壊したとき、あなたがどうなるか本当に楽しみね。なんてこった。おい、急いで下に人を回せ。それから救急車だ。お前さんたちはここにいろ。オーズ、エリカちゃんのことは任せたぞ。飛び降りちゃった。なんでこれで終わったの？本当にお兄ちゃんと千歳の仇取れたの？そうだよね。あの女のことだもん。きっとどこかで生きてる。でもお兄ちゃんたちの仇は取れた。そう思っていいよね。泣いてないから。引っ叩かれた方が痛いだけだから。お兄ちゃん、千歳、昨日未明、エデンネットワークを運営する上白エンタープライズが警察の立ち入り捜査を受けていたことが分かりました。結局、岸辺は何者だったんだろうね。わからない。ねえ、リュウジと連絡は取れた？そっか、これで本当に終わったのかな。でもお兄ちゃんと千歳の代わりに思いっきり引っ叩いてやったよ。やっと一つ何かできた気がする。